皆様おはようございます。こんにちは。こんばんは。トッサン TV トッサンでございます。さあ、本日も始まりました。トッサン TV でございますが、本日は中国のブレーンと裏のブレーン。では参ります。中国のブレーンと言いますと、まず名前が上がってくるのが王子姉さんという方でございます。こちらの方ですね。 はい。なぜこの方が中国のブレーンと呼ばれるかと言いますと、中国の国家戦略のグランドデザインを考えているのがこの人だということでございます。今、アメリカで話題のファウチさんは大統領6代に仕えてきたというふうに言われておりますが、王子姉さんは中国の国家主席3代に仕えてきた方ということですね。現在、習近平政権というのは、中華民族の偉大な復興、中国の夢という国家スローガンを掲げております。この中身を考えたのが王子姉さん。 この王子姉さんを見出して引き上げたのが江沢民さんということになりますが、江沢民さんは3つの代表という国家スローガンを掲げておりました。この中身を考えたのも王子姉さんということで、この人が中国の軍師だと、ブレーンだと呼ばれるということでございますが、えー、今回ご紹介したいのは韓中国さんの記事なんですね。で、この記事の中で王子姉さんが江沢民派として、 習近平政権の転覆を狙っていろんなですね、策略を仕掛けているという、そういう内容の記事になります。ただしですね、ちょっと前提がありまして、王子姉さんという方はメディアによってはですね、無派閥で記載されることも多い人なんですよ。江沢民派ではなくて、無派閥と表記されます。これはですね、王子姉さんのパーソナリティ性格によるところなんですけれども、この方ですね、出世欲とか権力欲とかっていうのはあまりあるようには思えません。習近平さんが、 副主席だった頃に、とある会議で、大子姉さんが習近平さんに向かって、あなた何も分かってないんだから黙っててくれって言ったんですよね。で、習近平さんが何言ってんだということで、そんなの俺もやめるっていうで、大喧嘩をしたっていうそういう逸話があるんですよ。ところが、この人は習近平さんに取り立てられて、チャイナセブンまで登り詰めてしまった。これどういうことかといえば、もうこの人に出世欲とか権力欲があったり、そういう画欲がないから、まあ逆に信用してしまったんじゃないかと。 いうふうに思われます。なので、大前提として、この、大ーこさんが、え、光沢民派閥として、ま、動いている。もしくは、え、裏でいいと引いて動かしている人がいるというのが大前提になって、韓中国さんの記事が成立するということになります。こちらの記事になります。はい、韓中国。 読者投稿、王子姉は習近平政権内でどのような役割を果たしているのかという記事でございますが、この記事説明すると長くなるので3つポイントをお話ししたいと思います。まず1つがですね、習近平さんを中国共産党の歴史の中で毛沢東さんの次にナンバー2に来るような大物として持ち上げているということが1点。で、もう1つがチャイナセブン。チャイナセブンの中で習近平さんを孤立化させるようにしていると。 というところが2点目。そして3点目が、西側諸国、アメリカやヨーロッパと最終的にはうまくいかないように、マルクスレーニン主義を叩き込んだというのが3点ということになります。つまりですね、習近平政権が、 西側諸国とうまくやっていこうとしても、どうしても最終的に思想的な壁ができるので問題が生じてしまう。その時に責任の所在はどこなのかといった時に、習近平さんが持ち上げられまくっていると、当然白羽の矢が習近平さんに当たっていってしまうと。じゃあ問題だというところでチャイナセブンで会議を開いたところでも孤立化しているので、最終的に習近平政権は転覆されてしまう。そういう仕掛けを、大子姉さんが打ったんじゃないかと。 いうのがこの記事の中に書いてあるということになります。そして、この文脈で、この前提の中で現在ですね、中国の高官がアメリカに亡命したということが大問題になっております。えー、中国の国家安全部というあらゆる情報を握っているところの副部長ナンバー2が亡命したということで、もし、 え、コロナの起源の証拠であったりとか、あとウイグルの人権弾圧の証拠であったりとか、アメリカやヨーロッパに仕掛けているスパイ活動の実名であったりとかということがアメリカに漏れてしまうと、証拠を突きつけられて中国は責任を問われる。部が悪くなる。じゃあ誰が責任を取るんだってなった時に習近平さんに白羽の矢が当たってしまうので、大問題だということで騒がれているということになります。で、 ここまで聞きますと、習近平さんやられっぱなしじゃないかという話になります。なりますが、見方を変えるとどうもそうでもない。今度は、習近平さんの勢力、習近平派閥側からちょっと見ていきたいと思いますが、まず、チャイナセブンの件。習近平さんが孤立化させられてしまうんじゃないかという件ですが、現在のチャイナセブン、こちらご覧ください。 えー、習近平さんが抜けておりますので、6人の写真ということになりますが、緑色が共生団、李国強さんですね。赤色が習近平さん。灰色が無所属ということになります。無派閥か、ということになりますが、先ほどの記事では、真ん中から右の3人全員が江沢民派閥だと仮定した話になっておりました。 そうなると、この図でいくと成り立たないじゃないかと思いますけれども、実はこの中でゴリゴリの習近平派閥と呼べる人は一人しかいません。そこは動かないんですね。左から二番目の立選手さん。この人だけはですね、習近平さんと40年近い付き合いがあると思います。ゴリゴリの習近平派閥。ところが、真ん中から右側の三人ですね。この三人がですね、習近平派閥はどうも言い難いというところがあります。一番習近平派閥に近いのは、 右の三人の中の真ん中の超楽斎さんという方なんですが、この方はもともとですね、青海省で仕事をしておりました。チベットのすぐ上ですね。青海省という、まあ、あの、少数民族の多いところ、鉛りがひどいんですけれども、この人の仕事がいいということで、古近東さんが中央に取り立てようとするんですよ。ところが、鉛りがひどすぎて何言ってるかわかんないということで、まずは鉛っててもいいから、もうちょっと中央でも聞き取れるような鉛にしてほしいということで、先生省に飛ばされるんですね。 で、先生賞というのは、習近平さんの生まれたところ、出身地なんですよ。で、先生賞を生まで、それなりに実績がある張楽西さんを気に入って、えー、習近平さんが引き上げていった。一見、習近平派閥のように見えるんですけれども、この方、中国共産党では珍しく、全く米を使ったことがない人だというふうに言われております。 実力と人となりで乗し上がってきた人だというふうに言われておりますので、この人がゴリゴリの習近平派閥を見るのはちょっと難しい。ただ、骨を使ったことがないという、その精錬潔白なところが変われて、今、王木山さんの後釜で、起立委員会のトップをやってるということになります。なので、良くても、良くてもみんな、 えー、孔卓民派閥じゃなくても、まあ、無派閥ということになりますので、もし部が悪くなったら、やはり習近平さんが孤立してしまうことはあるのかなと思いますが、このチャイナセブンというのは政治局常務委員と言います。政治局常務委員というのは政治局委員25名の中の7名なんですよ。つまり、残りの18名は普通の委員として存在しているんですが、そちらを見ていただきます。こちらでございます。 はい。こうして見ていただくと、赤色が習近平派閥ということで、実は、えー、常務委員の一個下の、えー、政治局委員は習近平派閥で固めてるんですね。で、サンドイッチしてるわけですよ。習近平さんと、えー、普通の委員で、常務委員をサンドイッチしている。で、習近平政権が続くかもしれないという時に、このサンドイッチ状態で、常務委員の人が、えー、反習近平できんのかというところで、睨みを聞かされているという状況になります。 はい。ではですね、次、習近平さんが持ち上げられているという話なんですけれどもえ、先ほどの記事では、今年の2月に中国共産党略史という本が出ているということなんですね。略史というのは、まあ、要所要所で出ますので、何冊もあるんですけれども、今年は中国共産党が誕生して100周年なんですよ。なので、まあ、略史が出たんだと思いますが、この略史の中で習近平さんに使われているページが146ページあるって言うんですよ。 それと比較して、習近平さんの1個前の国家主席が胡錦涛さん。胡錦涛さんから遡ること5台。5人の国家主席プラス、東小平さんの6人、まとめたこの6人で使われているページが163ページ。ということで、習近平さんのが大幅にページ数を取っていると。 いう事態が起こっております。で、これと同じことが今月起こってまして、6月の18日、中国共産党の誕生100周年を祝って、中国共産党歴史展覧会という博物館が18日にオープンしました。 で、こちらなんですけれども、はい、オープンしたその日にですね、中国のチャイナセブン、プラス、えー、今、福祉先やっております、大木山さんなんかも含めまして、中国のですね、権力の一番トップの人たちが、まるでカルガモのように、この博物館を訪れております。で、ここというのは4つのブースで成り立っておりまして、1つ目と2つ目が、主に毛沢東さんのブースになりますね。主にですけれども、で、3つ目なんですけれども、3つ目が、 東小平さん、江沢民さん、胡錦濤さんの3人をこの1つのブースに押し込めてるんですよで。最後の4つ目のブースというのが習近平さんで埋め尽くされているような状況。ここでも、えー、中国共産党の中で一番功績があるものとしてですね、毛沢東さんの次に習近平さんを持ってきて申し上げているというような構図になってるんですね。 ところがこれを習近平さん側から見たらどうかというと、習近平さんを持ち上げるその真逆の動きとして、東小平さんの成果というのを薄めると、評価を薄めるということをしてるんじゃないかと思います。習近平さんというのは、東小平さんに骨の髄から恨みがある人です。習近平さんのお父さんというのは、習中君さんという方ですが、習中君さんは、東小平さんに自分の実績を奪われた上で2回も、 正解から追い落とされました。一回目追い落とされた後16年もゲアしたことになりますけど、そこから裏切り者といったようなプラカードをですね、首から吊るされて、死中引き回しの上ですね、暴力を振るわれるなんてこともありました。また、独房に入れられるわけですね。えー、狭くて、紐当たらない暗いところ、えー、日付がどんどん立っていきますとですね、そのうち発狂する人も出るわけです。もう精神狂っちゃう。で、えー、集中軍さんはそうならないように、1から1万までを数えながら時計回りに回るわけですね。 で、1番まで行きますと、また1万から1まで逆算しながら半時計回りに回るということで、なんとか気が狂わないように運動して紛らわせたという、そういう逸話もあります。で、これは起こったことのほんのわずか一部だと思いますね。もっとひどいことされてると思いますけど、そのすべてを習近平さんは知っているということになります。 自分の父親の業績を奪って、なおかつ不当にですね、えー、こういった虐待のようなですね、ことをしたというところで、えー、東小平さんの評価というのは習近平さんの中で,ですね、全くないと思いますね。それが、なぜかですね、この改革開放中国を豊かにした大元の政策を打った人といって、あがめ立て祀られている。毛沢東さんの次はやはり東小平さんが来てるんですね。ここをひっくり返して、東小平さんを中国共産党の歴史の中から消したいんだと。 いうふうに思います。そう考えると、習近平さん自体がこうして持ち上げられることというのは、習近平さん側の意図にも合っているということが言えます。はい。次はですね、当経緯さん、アメリカに亡命したと言われる方ですね。ちょっと気な臭い情報が出てきております。えー、この方がアメリカに亡命したかどうかは今のところわかっておりません。わかっておりませんし、そもそも中国の高官がアメリカに亡命しているかどうかという大元のところもまだクエスチョンマークがついている状況ですけれども、 この人がアメリカに亡命した時に怪しいぞという動きがありました。それがまずですね、新華社が火消しをしたということですね。18日にこの人が会議を開いているというのをニュースで載せた。しかしそこには写真は一切出てないということで、怪しいぞと言われているということ。そしてですね、もう一つが中国のバイドゥという、まあ、我々で言うと Google とか Yahoo とかの検索エンジンになりますね。そのバイドゥの中で検索しても出てこなくなった。削除されてるっていうんですね。 おかしいなということで、私ですね、もう一回この人を、まあ、中国の文字、簡体字で、引いてみました。バイドゥで。こちらです。はい、これ、バイドゥのページ、統計遺産ありました。で、これがですね、一回消されて再アップされてんのか、見落としてずっとあるのか、ちょっとわかりません。わかりませんが、下の方行きますと、すでにですね、2021年6月18日の会議の件が情報として出てるんですね。 ちょっと怪しいなと早すぎやしないかというところですが、えー、この新華社のこの会議があったという記事の中に写真が出てないということで問題になっておりましたが、このバイドゥーのページにも写真は出ておりません。そしてさらに、この統計遺産という大きな文字が書いてありますが、この3行ぐらい下に現任というところから始まる文字が書いてあります。中国語なんで分かりづらいですけれども、現任13位全国教、政教委員と書いてありますけれども、これ何かと言いますと、 中国のですね、中国人民政治協商会議の委員だということなんですね。政治協商会議の委員。これで、これを現任でやってるっていうことが書かれてるんですよ。あれあれと、中国安全部の副部長じゃないのと、副部長も書かれてるんですけれども、こちらの方が先に来てる。足されてるような感じがするんですね。ということで、 私ですね、この中国人民政治協商会議の委員の名簿というのを調べてみました。まずは中国語版のウキペディアで調べてみましたところ、こちらですね。はい。えー、東慶さんの、党、これ愛用順みたいになってますので、党という文字が出てきたら、党という人が続くんですけれども、その中に東経緯さんいません。名簿。で、どういうことだということで、実際中国のこの中国人民政治協商会議の名簿まで見に来ました。こちらでございます。 はい。この中にも、当敬意さんの名前はないんですね。でですね、実際にこの当敬意さんという方、写真が今出てないじゃないですか。で、もしアメリカに亡命し、当さんが亡命してたとして、アメリカがこれを公表しても、その人は当敬意じゃないと。なぜなら当敬意は今、うちの方で、協商会議の委員やってて、名簿にもあるじゃないか、ということになって、さらにですね、この安全部の副部長というのも、は、剥奪されて、副部長を辞めてしまって、 この協商委員だけになってしまうと、協商委員って2000人以上いるんですよ。なので、もはや、この人が亡命した人なんかどうなのかというのは探しようがなくなってしまうということですね。えー、こういうところでもしですね、これが公になってきても、白を切る準備をしてるんじゃないかなというふうに思います。はい。では、最後、最後に怪しい人がいるんですよ。怪しい人がいます。その人の名前は、小将軍さんという方です。小将軍さん。 この方が、習近平さんと出会ったのは2002年になります。2002年に、先生省か石膏省に、習近平さんがあ、そのトップとして務めている時に出会いました。で、そっからですね、習近平さんは、この、少将軍さんという人を重要視しまして、ずっと連れ回しております。ずっと連れ回しているんですけれども、この人の情報が全くないという不思議な人なんですね。こちらをご覧ください。 はい。遠藤誉先生の記事ですね。習近平のブレーンは誰だ ?7 人の影軍団から読み解くという2016年の記事になります。えー、ちょっと考えられないぐらい習近平さんが悪そうな顔しておりますけれども、この7人の影軍団。1はやはり王子姉さんから始まってるんですね。ところが気になるのは7番目に来る。7番目こちら。はい。少将,将軍さん。青年月日不詳。 中共中央軍事委員会弁公室主任。中国のネットには彼に関するいかなる情報もない。解無だ。すべて削除されているということが出ております。で、唯一の手がかりは中共中央軍事委員会弁公室主任という仕事になりますね。弁公室って何なのかと言いますと、事務局になります。 弁公室の上に小組とかっていう政策を作る部署があって、その下に事務局として弁公室があります。小組の組みた政策を実際に事務的な処理をする、そういう部署なんですね。部署としての位は全然高くない。えそういう部署になるんですけれども、しかしながら、弁公室な事務局なので、作った政策を事務処理するわけですよ。すべての政策に目を通す部署だということが言えると思います。 で、これ2016年の記事なので、現在は調べられるのかと思いまして、また中国の艦隊寺で検索をしましたところ、こちら。はい。えー、中国のウィキペディアになりますね。中国語の小将軍さんいらっしゃいましたね。1968年10月19日誕生という形になって、52歳となってますけれども、これももう定かではありません。全く中国での情報が抜き取れない中で勝手に出ているということになりますが、 この書の現在の仕事、現任というところ、一行目見ていきますと、中央軍事委員会弁公長主任、兼中国軍事委員会主席弁公室主任。その後も二つ三つ仕事が続いておりますけれども、軒並み弁公室という形になります。事務局をやってるんですね。しかも、中国の中央軍事委員会の事務局をあらかたやってるということになります。 中国で一番権力を握れるポジションというのは国家主席でもなければ、党の総書記でもなければ、もちろんですね、国務院総理でもないわけです。中央軍事委員会の主席、これが一番中国で権力を握れるポジションということになりますが、当然今の主席は習近平さんということになりますが、その習近平さんが務めている中央軍事委員会の中の事務処理を、この肖将軍さんということは、一手にやっているそのトップだと。 いうことになります。軍の全ての情報を握っている人が少将軍さんだということになりますが、これ以上の情報は一切何もございません。もしかしたら中国の軍師、中国のブレーンはこの少将軍さんかもしれないというお話でございました。本日の内容は以上でございます。ご視聴ありがとうございました。